当選の26代の小城には1人娘がいました。側、えー、室の養子もともとは君よでしたが、その間で生まれたいい時計です。なので、この時計は、今週ではなくて、恩樹です。側室の間で生まれたので。でただ、この小城が59歳の時に生まれた子だそうです。 なので、コジョンは彼女のことがとっても好きだったらしいですね。面白いエピソードがありますが、えー、コジョンは伊藤家恩樹のために、えー、朝鮮初めて近代の幼稚園を作りますが、その幼稚園まで恩樹が通うことになって、その距離があまりにも遠いから、毎回腰を用意して送り迎えをしたようですが、面白い記録なんですが、この時の距離が150メートルだったらしいんですよ。 150メートルぐらいやったら普通に歩いたら1分もかからないんですよね。その距離を毎回腰まで用意して送り迎えをしてくれたくらいコジョンは彼女のことが大好きでした。で、なので周りからはアの花と呼ばれるくらい、えー、特別扱いをされていたそうです。 ちなみに、この幼稚園の先生は、極地貞子という方で、明らかに日本の方ですね。なので、皆さんがここで覚えてほしいのは、徳計恩寿は子供の時から日本の教育を受けていたことがわかります。で、当時、朝鮮皇族は日本留学をしないといけないという、うん、雰囲気がありましたね。なので、徳計恩寿も13歳になってから日本留学することになり、場所は上司学診という名門の学校でした。 でただ、時計恩寿は当時、日本に来てあの、日本にいる家族のお家で過ごすのを希望しましたが、それは日本からは許されず、寮生活をすることになったらしいです。時計恩寿としては、ある意味では自分の家族と離れ、自分の国と離れ、タッで、えー、無理やりに勉強することになったということなんですが、ただし、日本はそういった彼女の気持ちが理解できたのか、かなり配慮していたそうですね。一旦、まず、 恩樹、えー、は日本では王皇族という貴族よりは上で日本の天皇家よりは下だという、まあ、ある意味ではかなり高級貴族の扱いをされていました。 なので、当時の恩書のルームメイトなどは、徳、え、江、ー、様と言いながら、この時のことをやっぱり上の存在として認識したらしいですよね。で実際あの、机とかも時恩書だけ特別扱いをするなど、かなり配慮していたそうで、まあ、生活面では苦労はしてなかったと思います。ただ、精神的にはかなりストレスがあったようです。 一旦、まず、先ほどいた26代王の古ンは、特撮されたという疑惑がありますよね。で時計ジュは、それを見てて、自分も特撮されるんじゃないかなと思い、いつも水をマイボトルで飲むなど、えー、食事に困ったわけではないけれども、食事はあまりしなかったようです。 で、それ以外にも当時、日本王族と,と結婚の話があったんですが、それも水の泡になるなど、いろいろストレスを抱えたそうですね。で、その中で、悲しい話を聞くことになりますが、お母さんの先ほど言ったユン氏ががんで死亡することになりました。恩、え、寿、ー、としてはそのお母さんの最後を一緒にしてなかったんですよね。もちろんその後、このお母さんのお葬式のために一時帰国はしますが、 えこのタイミングから10秒と、 統合失調症という病気が見られたらしいですね。つまり、ストレスによって精神病が始まったということです。えー、このせいで、恩寿は、方向を拒否するなど、えー、かなり生活のリズムが崩れてきたと思います。この時、日本には、ヨンチノン,ンという朝鮮最後の王子と、その奥さんである皆さんには、雅子様という、韓国ではイバンジャという方が一緒に日本にいたんですが、 この二人はこういった恩樹のことをとても心配していて、特にその中で日本の方であったイバンジャ様は恩樹のことをかなり、まあ、自分の体のように心配してくれてたそうですね。えー、特にこのイバンジャという方は日本人であるにもかかわらず、いつも朝鮮とこの恩樹、まあ、家族のために頑張っていた方なんですが、 日本は恩書と日本人との結婚式を進めようとしたときに、実際恩書はその話があんまり面白くなかったらしいです。で、その時に誰より早くイヴァンジャ様が政略結婚は私だけでいいでしょと言うなど、恩書のことを殺してくれたらしいですよね。それぐらいイヴァンジャ様は恩書のことを心配していました。 でただ、しかし、朝鮮人のハン・チャンスという人がいますが、この人は日本に見せる功績が必要だったので、恩恵を使い、無理やりに結婚話を進ませることになります。その相手は、対馬藩の貴族のエリート、曽竹之さんですね。 恩女はこの宋武之さんとの結婚はあんまり嬉しくなくて毎日泣き続けたようですが実際その結婚式当時の写真を見てみても前日まで泣き続けて顔がむくんでいるのがわかりますよねただその結婚生活自体は夫婦の中はあ結構良かったと思います実際宋武之さんはこの恩女のためにかなり全力を尽くして努力していたと思います なので、その二人の愛の証として、娘、蘇正恵という子も生まれることになりました。で、これによって、恩、えー、樹の精神病も少し落ち着いた感じがしましたが、子供が生まれた後に、なんと、恩樹の病気が再発してしまいます。この時も、やっぱり蘇竹之さんは全力で努力してて、彼女のために頑張りますが、 えー、当時は異精神病に対する認識もあまりにも薄くて、えー、ただ精神病を抱えている人を理解することではなくて、それをかなり嫌な目で見ている雰囲気だったんですよね。そう、竹きさんはそういった周りから目線があったにもかかわらず、恩順のためにかなり努力をしていましたが、なかなか落ち着かないので、かなり、えー、苦労していたと思います。 で、その後、結局、日本の終戦により、日本皇族の生活はかなり厳しくなりますよね。まあ、もうこれは皆さんもご存知だと思いますが、アメリカによってかなり財産を没収されますね。もちろん、これによって、蘇竹幸さんの生活も厳しくなりましたし、数の病気もなかなか治らなかったんですよね。で、結局、蘇竹幸さんは、まあ、いろいろ抱えた悩みが多かったでしょう。1946年、まあ、終戦から1年後、 をを精神病院院に入院させることを決めますただし、それもやっぱりきつかったんでしょう。その後、9年過ぎた1955年、恩寿の家族と話し合い、2人は離婚することになります。えー、韓国ではこれだけ知らされて、ちょっと宋竹之さんに対するイメージがかなり悪くなりましたが、実際記録を見てみると、宋竹之さんはかなり努力したんですよ。 当時の精神病院の入院代はおよそ1万円ぐらいで1ヶ月。それが今のところで考えるとおよそ1ヶ月30万円ぐらいだらしいですよね。 それはきつい生活の中で、宋竹幸さんはずっと病院代を払っていました。しかし、それも限界はあったでしょう。で、その後、離婚した後からは、腹違いのお兄ちゃんであったヨンチナンがその代わりに、40の病院代を払うことになりますが、当時ヨンチナンも韓国政府によって財産が募集されている状況だったので、かなり厳しかったんですね。 まあ、とにかく、おうの精神病はなかなか治らなかったんですが、周りの家族から助けてもらったということだけ覚えてくれたらいいと思います。で 先ほど言ったように、日本の終戦により、実際、韓国は独立することになりますね。でその時に、恩樹は朝鮮、つまり韓国に戻りたいということをずっと韓国政府に訴えますが、韓国の初代大統領、イースンマンは、今のところで韓朝鮮の王族が戻ってきたら、イースンマンの権力に邪魔になると思ったでしょう。なので、これを断って、えー ソケオンは朝鮮人、韓国人にもかかわらずずっと国に帰れないままでした。結局、日本の精神病院で過ごすことになります。で、その後、1962年、ある人物により恩ンは韓国に帰国することになりますが、その主役は記者の金ム・ウさんですよね。で、この方が当時国家再建の委員長であったパク・チョ、えー、元大統領のところに行って、 日本に古城の娘がいますということを伝えます。で、面白かったのは、時計恩寿は当時の韓国には王族として知られなかったらしいです。つまり、当時結構権力と情報を持っている今、パクチョン委員長もこの話を聞いて、古城に娘がいたのというぐらい、時計恩寿の存在自体が韓国にはあんまりわからなかったらしいですよね。 じゃあ、ここでちょっと記者のキム・ウルハンさんの話を少しやってみると、今日オンジュは朝鮮に行った時に、朝鮮人の婚約者が行って、その名前はキム・チャンハンさんなんですね。このキム・チャンハンさんの兄が、この記者のキム・ウルハンさんなんです。なので、ある意味ではお互い家族になるところだった人が助けてくれたということなんですよね。 じゃあ、あとにかく、このキム・ウランさんの努力によって、えー、韓国政府は、このオンジュの帰国を検討することになり、先ほど言った委員長、パクチョンイが大統領になって、その時に大統領であったパクチョンイは、考えてみたら、もう朝鮮王族は意味がないということで、彼女の帰国を強化することになります。 これにより、やっと彼女は朝鮮に戻ることになりますが、この時の記録も面白いですよ。羽田空港で日本の元同級生の生徒たちが応援に来て彼女のことを見送ってくれたらしいですね。で、その後、韓国の金方空港に入って、韓国でも生き残りの国人たちがお迎えに来るなど、彼女としては盛大な歓迎を受けることになりました。ただ、 これによって一時期記憶は戻ってたらしいんですが、うん、結局精神病がひどくなり、臨時症まであったらしくて、それに結局苦しんでいたそうです。で、この時に彼女のことを最後まで保護してくれたのが先ほど言ったイーバンジャ様なんですね。で、このイーバンジャ様の証言によりますと、恩樹はその後調子がいい時は花札を楽しみながら生活をしていて、えー、よく娘の名前を言い続けたらしいんですが、 ここでちょっと娘の話に戻りましょう。先ほど言ったように、実際オンジュには娘、マサエさんがいましたが、この人も大人になってから日本人のエリートと結婚はしますが、いきなり遺書を残して行方不明になります。 でその後、約7年間、彼女の行方を探し続けたんですが、見つからず、結局、死亡処理になりましたね。つまり、彼女は自分の一人しかいなかった、娘も失うことになった、とても悲しい人生を送ることになったんですね。で、その後、恩珠が韓国に戻ったという話を聞いた元弟、元夫、竹武さんは、一回韓国に入国して、彼女に会わせてくださいと言ったんですが、 当時、彼女の居場所の管理を知っていたイー・ゴンジェという人物が、その蘇・タケユキさんとオン・ジュとのお出会いを許さなかったらしいですよね。ちょっと理由がありまして、当時はやっぱり日本に対する感情があまり良くなかった時代だったので、そタケユキさんに対するちょっと噂が結構歪曲されていた噂があったんですよ。 なので、えー、今の記録を見てみると、う竹幸さんは夫としてとても頑張っていたと思いますが、当時は恩樹を捨てたもう悪いやつみたいな感じだったので、結局、う竹幸さんは恩樹と出会えず帰国したらしいですね。で、その後、最後まで恩樹と会えず、1985年日本で死去したそうです。で、その4年後、1989年、恩樹は韓国で死去しました。 で、その後、えー、いい番者様は、恩書を守らないといけないという自分を義務を果たしたと思ったのか、その9日後、いい番者様を死去することになりますね。トケオンジュのストーリーはここまでで、じゃ、ここでちょっとオンジュの分析をちょっとやってみたいと思いますが、韓国ではラストプリンセスとして、まあ、知られていますが、皆さん、トケオンジュが生まれたのは1912年だったんですよ。 皆さんもご存知だと思いますが、朝鮮は1910年滅亡しますよね。正式には朝鮮のラストプリンセスではないですね。朝鮮が滅亡した後で生まれたので。で、ただこれがなんでラストプリンセスとして言われるかとしたら、私からの分析なんですが、多分メディアによって第2の明孫藩をで出たかもしれませんね。 実際この竹ケオンズのストーリーを書いた小説が韓国で人気を得ることになり、それのおかげで映画化までされましたが、このラストプリンセスという映画、日本にも発売されていますが、皆さんがちょっと覚えてほしいのがありまして、 韓国の中でも人気はあったんですが、歴史は異曲で叩かれたところがある映画なんですよ。例えば、途中で、恩樹が独立運動に参加したとか、ヨンチンワンは他の国に亡命しようとするなど、実際の歴史でなかったことが描かれたり、えー、まあ、とにかく美化も多いんですよね。なので、韓国の中でも、娯楽映画としてはいいんですが、歴史の映画としてはかなり非難されたということを覚えて、 音珠の大体の流れが見たい方は、ラストプリンセスおすすめしますが、歴史が勉強したい方としては、ちょっとおすすめではないです。その代わりに、音珠の話ではないんですが、近代の朝鮮と韓国の話、二つの国の感情の争いなどがちょっと見たい方は、2006年のフジテレビのドラマがあります。虹をかける大日というドラマがありまして、 韓国の意見も取り入れて、かなり完成度が高いドラマとしてなっていますので、もちろん日本語なので、この時の映像を見たい方はこのドラマをお勧めします。じゃあ今日はここまでです。えー、つまり、彼女は歴史の悲劇に巻き込まれて精神病まで抱えてしまった女性として覚えてください。 それを2006年あたりに韓国がちょっと第二の明ファンを作ろうとして、無理やりに連れ出して、ラストプリンセスというストーリーを作ろうとしたというところは、正直に非難されるところじゃないかなと私は思いますね。まあ、とにかく、まあ映画とか映像などを見ながら皆さんが伊藤家恩女に関する皆さんのイメージを作ってみるのもいいでしょう。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃごまわおうよ。여러분、あんにょー